皆さんこんにちは。広島大学総合科学部国際競争学科の学科長フンク・カロリンと申します。私たちは国際競争学科を IGS と呼びます。 Integrated Global Studies ですので、これから皆さんに IGS のことを少し紹介していきたいと思います。IGS はいろんな学生が集まる学科です。この地図は世界でどの国にうちの学生が関係しているかということを表している地図です。将来に向かってもちろん全部青く塗っていきたいと思います。今も留学生と日本人学生の区別がつかないような日本で育った外国国籍の人、海外で育った日本国籍の人などいろんな学生が集まっています。この写真でわかると思います。2018年4月、皆さん初めて顔を合わせた時の写真になります。このように賑やかに最初から留学生、日本人学生、留学日本人学生などが話し合っています。で、教員もここで自己紹介したり、最初から教員と学生が密接に関わる学部、学科ということで進めてきています。そして最初の行事として4月にオリエンテーションの行事があって、皆さんこのように青空の下で仲良くお弁当食べたり、遊んだり、もちろん勉強もしていました。では、このにいろんな学生が集まる IGS とは、どういう学科なのか、何を目指しているのか、私たちが育てたい学生はどんな学生なのか、3つの目標を挙げています。学際的な思考力を持つ人を育てたい、地球的展望を持っている人、そして協調的行動力を持っている人、つまり狭い視野ではなくて広い視野で、それが地球の全体を考えるような発想を持って、それについて他の人と協力し合いながら自分が重要と思っていることについて動き出せる人、そのような人を育ててたいと思っています。そのためにどのような学科を作ったかといいますと、いくつか特徴があります。一つは人数が少なくて40人の学生が一緒に学ぶ学科です。教員は22名ですので、密接に学生と関わることができます。そしてさまざまな国籍、さまざまな背景の学生が一緒に学んでいきます。そして入学から卒業まで授業を英語で聞きます。日本語ができる人は日本語の授業を受けますが、基本は英語で卒業できるような学科です。そして分離融合を目指してグローバルな問題の解決に取り組むことも学べると思います。で、そのために学生は決まったカリキュラム、決まった履修のルートをたどっていくのではなくて、自分がどんなことに関心があるのか、それにあってどのような勉強をすればいいのか、それは自分で考えてチューターと相談しながら自分の学ぶプログラムを作っていきます。その中に複数の学問領域からの授業を取り組みます。その中に必ず理系の勉強もします。文系の学生は時々大変苦労してはいますが、現在の世の中は文系理系の区別というか、はっきりした境界線はもう存在しませんので、必ずそういう基礎的な理系知識も学んでいただきたいと思っています。言葉のパワーを身につけますというのは、単に英語を学ぶのではなくて、いろんな言葉を有効に使う。現在の一期生はもう日本語と英語を適当に混じってコミュニケーションを取る、このような言葉のパワーを身につけていただきます。そして留学に行って文化や言語の違う地域のことを学んだり、他の人と協力して学ぶことを身につけます。そのために3つのテーマについて勉強していきます。このテーマというか専門というか、それは
IGS で支店と呼んでいます。文化と観光、平和とコミュニケーション、そして環境と社会という3つの視点があります。後で詳しく説明します。その3つの視点にさまざまな分野の先生が関係しています。例えば私は文化と観光に関係して観光地理学を教えています。でもその視点に他に文化人類学とかメディア学とか他の先生もいます。理系の方、環境と社会の方には社会学、経済学もいれば大気科学などの理系の先生もいます。このように複数の分野について一つのテーマで学んでいきます。学ぶカリキュラムはこのようになります。これを見ても分かりにくいかもしれませんが、まず1年目は全学共通の教養教育を受けます。ただここも英語で授業を取ります。そして専門に上がって総合科学部で共通科目という IGS と総合科学科の学生が一緒に取るような科目を学んだ上で3つの視点の専門科目について学んでいきます。2年生にもう一つ重要なことがあります。日本人学生は2年生の後期に留学に行きます。戻ってきたら3年生で、今度はグローバルインターンシップという企業とか組織とか役場、市役所など行政機関に出て2週間実際の仕事について学ぶような機会もあります。そして4年生では特別研究で自分でテーマを決めて詳しく調べるような卒業論文があります。さっきも言いましたように IGS の学生は必ず理系について触れていただきます。そのために全員が何かの形で実験の授業を受けます。これはその風景になりますが、いろんなことを自分の手で試しながら、理系とはこういうことだとか、その科学、物理学、地学などについて具体的に学びます。そして全員が最低限のそういう理系の基礎知識を学ぶ上に、興味の持つ人は専門的に理系を勉強するということももちろん可能です。だからこのように科学とか科学技術なくては現代社会を語ることができないという認識の上に立っていますので、ちょっと苦労はするかもしれない。でも新しい世界が必ず開くように、その理系の授業を全員に受けてもらいますし、専門家も育てていきます。では3つの視点についてもう少し詳しく見ていただきたいんですけど、結局3つの視点から全ての学生が科目を取りますが、1つは自分の主な視点、言われる専門に選びます。そこでどのような勉強をするかというと、いくつかの例を簡単に挙げます。例えば文化と観光に興味を持つ学生は、観光を生かして文化と地域の発展に貢献したいと考えていったら、このような科目を1年生から積み重ねていきます。あるいは平和とコミュニケーションの視点で、紛争の原因と人間同士の理解について学びたい学生は、このように平和に関連する科目だけではなくて、心理学的な科目とか、やはりその言語、人のコミュニケーションのツールである言語の科目などを取っていきます。あるいは環境と社会について見ますと、自然や生物多様性を守りたいという思いを持った学生でしたら、自然科学についての基礎知識を学んだり、気候変動について学んだり、環境経済と政策という社会的な側面も入れて勉強していきます。今までいくつか理系の専門の勉強ができるということを何回か触れましたけど、
簡単に紹介しますと、 IGS には科学の勉強、物理学の勉強、生物の勉強、地学の勉強、そして生物地球科学の勉強というさまざまなテーマで理系を専門に学ぶことも可能です。このように IGS のカリキュラムは教養教育から広く始まってだんだんと絞っていきます。総合科学部の共通科目で各分野の基本を学んだ上で IGS の3視点の科目でだんだんと深く掘っていきます。留学に行った学生は留学先でも言語、英語とかではなくて自分の専門に関係する授業を必ず受けて専門をさらに深めることもできます。ではこのように勉強してたらその次は仕事は何があるのでしょうかというのは皆さんすでに考えている疑問かと思います。残念ながら私たちはまだ卒業生を出していません。まだ今は3年生までの学科です。しかし総合科学部は40年前から存在する学部ですのでその実績があります。それを見ていただきますとかなり幅広いところで学生が仕事しているということがわかります。 IGS の場合は国内外の企業に働いたりコンサルティング会社や NGO とか国際機関などに働いたりということはもちろん考えてますが国内あるいは海外の大学院に進むということも十分可能かと思います。では最後にこれで IGS に興味を持ってもらったらどういうふうにこの学科に入るのかということを少し説明します。入試は実はさまざまな種類がありますので少し分かりにくいかもしれませんがまず大きく分けますとセンター試験の後における一般選抜という試験を重視した入試方法と面接を中心とした総合型選抜という入試の種類があります。で現在はその一般選抜つまりセンター試験を課した試験方法で20名そして総合型選抜で20名を取っています。で総合選抜の中には留学生向け海外向けの入試もあります。なのでこの試験のそれぞれの細かいところについてここでは詳しくは説明できませんのでホームページを見ていただいてそこで詳しいことを見ていただければいいと思います。国内から多くの学生が受けるのはやはり一般選抜か毎年秋に行う広島大学光り輝く入試総合型選抜の IGS 国内選抜型とても長い名前で私もよく言えません。その名前が言えたら入学ができたらいいですね。でここで国内では10名海外から別の形で10名を取りますがここは英語で面接を行います。この試験を受けるために英語検定の最低限の点数というようなものもあります。こういうことをぜひ確かめていただいてそして自分には IGS が合っているかどうかこういう学科で世界中の学生それはもう国籍を問わないような国籍を問わないような他の学生と一緒に学びたいかどうかそれをぜひ皆さん考えてそして興味があればまた応募していただいて IGS に来年の4月にお会いしたいと思います。